はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、つくも龍馬です。さあ本日なんですが、最強スキルがね実装になりましたんで使っていきましょう。ゼアル、ライオアームズっていうスキルが実装になりました。新しくライオアームズっていうこの最強モンスターをね、なんとね、スキルで出せるっていうね、やべえことが書いてあります。ちょっと一応説明していきますね。ゼアルシリーズのあのスキルと同じで、2000ライフ以下になった場合、自分のライフがね、自分のターン開始時にユーマとアストラルでオーバーネットワークを構築、ゼアルとなると。このスキル元気すぎない？で、ゼアル変身後、さらに賭けの効果をそれぞれ一度だけ使用できると。デッキ外から自分のフィールド上にゼアルウェポン、こいつですね、ライオアームズを1体攻守をゼロにして特殊召喚できる、特殊召喚というか、出すと、フィールドに出すと。で、このスキルでフィールドに出した、こいつはリリースできずエクシーズ召喚の素材にできないということで、まあ一応悪用が、いまいちできないと、いうことになっております。で、自分のフィールド上の、自分の墓地の、ゼアルウェポンモンスターを3枚まで選んで、自分のフィールド上の、ライオアームズの下に重ねて、素材にすることができるということも書いてあるんですが、ライオアームズっていうのがどういう効果を持っているかっていうと、ね、簡単に説明すると、ホープに装備して打点3000アップです、はい、ホープに装備して打点3000アップ以上っていう感じの効果になってます。基本的には実際は、一旦に一度素材を取り除くとゼアルウェポンを持ってこれるよっていう効果を持ってるんですけども、この、スキルの関係上、今回デッキの中にゼアルウェポン入ってないんで、これ以外なんで、この効果死んでますね。まあ、ゼアルウェポンカードを入れておけば、この効果使えるんですけど、両方とも使えるからね。素材を供給して、ゼアルウェポンを再生できるっていうことがあるんですけど、これね、こういう介護スキルを使ってくんないとね、出せないんですよ。なんでかっていうと、召喚条件がレベル5モンスター ×2 っていう、あまりにも出しにくい、あまりにも出しにくい、まあ、ゼアルウェポンデッキであれば一応、なんかレベル5のゼアルウェポンがいるから、ワンチャンみたいなとこあるけど、すげえむずいんですよ。このモンスター出すの。まあ、一応ね、装備された時の効果がすごい強くて3000アップなんで、だからこの効果を、OCC の方ではなんかライオ、フォープレイとかね、デックスの時から直接装備して、打点アップとかはするんですけど、リンクスでは一応スキルで介護してくれたんで、このスキルを使ってライオアームズをポン出しして、タナで。ほんで、ホープにつけて、で、ホープの打点をめちゃくちゃ上げてぶん殴っていくっていう、そういうデッキですね。で、どういう、ギミックを使っているかと言いますと、6部衆です。これ誰が考えたのかちょっと俺詳しくないから分かんないんだけど、このさ、排水の陣っていうカード知ってます皆さん？これすげえ強いんですよね。これゼアルスキル対ゼアルスキルに関してはめちゃくちゃ強くて、この排水の陣っていう、これね、ライフポイント2000以下じゃできないんで、まあ、自分で自称する必要性があるんですけど、これ2000以下かっこ100ポイント、自分のライフポイント100ポイントをしながら自分のフィードから6部衆モンスターを特殊召喚できるっていうカードなんですよ。これを使って、まあ、支援で先行制圧をしていきながら、何この辺の4モンスターを使ってランク4をしてホープを出して、でスキルでライオアームズをつけて、ホープレイにでぶん殴ると。でしかもライフポイントが100になってるんで、ホープレイの打点を下げるっていう効果使えますから、これすげえ強いんですよ決まるとね。正直ゼアルウェポンカードをめちゃくちゃ入れたゼアルウェポンデッキも組んではみたんですが、あまりにも弱くてちょっとランク戦では無理みたいな話だったんで、今日は、6部衆っていうね、最強の戦国時代からのね、パワーをお借りしまして、ホープレイをしていきたいというふうに考えてます。ちなみに実は支援結構立つんですよ。これ究極排水の陣があると支援立つんで、シンプルにライオホープレイあれ出せます、このデッキ。だからこのランク5一応アドレウスにしてて除去にしてるんですけど、これアドレウスじゃなくてここライオアームズにしてもいいです。なんなら、はい、ぜひ一回使ってみてください。デュエル、さあお相手の方、ゾウのうち君、よろしくお願いします。キル先輩、やべ、レッドアイズか、なるほど、久しぶりに見たな。レッドアイズもそういえば最近ね、修学旅行のお土産が手に入ってまして、強化入ったんですよ。装備して外して相手パックですね。あれね、もうあとはレダメくらいだと思うんですよね。レダメくらいだと思うんで、レッドアイズデッキ入って来てないので、あとまあ融合モンスターはいっぱいいるんだけど、本当にメインデッキに入るカードはレダメくらいなので、レダメを早く実装していただいて、はいと思ってますが、強いな、ハンドとりあえず強いわ、とりあえずは強い。あれなんだろうね、あれ、ここで装備しないってことは装備魔法じゃないかもしれないな。
で、新6部衆支援新鋭を召喚出た支援の道場発動。さあリミット2カード、過去1枚しか入ってないが1枚引いてるのは強い。そしてフーマー特殊召喚、そして強欲な増発動。何、ああ確かにそれ止められるからねそれ止められるからね、それ止められるから先に打ってくっていうパターンね。でだね、なるほど、引けなかった問題は発生してるね。引けなかった問題は発生してるが、とりあえず支援は出そう。でですね、ほいで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 、キザンは一応効果破壊耐性あるんですよね。出しといた方がいいかな、出しといた方がいいかもしれないねこれね。キザンは出さなかったらワンチャン死ぬもんな、蘇生されてぶん殴られぶん殴られて死ぬかもしれないから、キザンだけ壁にして出しといて、でこれで破壊耐性へといって、これで殴られるでしょ、殴られて殴られて、で蘇生し殴られても、いやでもこれ多分ね、大丈夫ですねこれ。あれが落ちてないから、なんだっけ、あのライトニングロードエビルデーモンが出てきてないから多分大丈夫。ライトニングエビルデーモンだけマジでやばかったけど落ちてないから何とかなんじゃないかな、はい、レッドライザーです。でこれアドバンス召喚とかもししたところ多分引いてんじゃないかな、ライトニングロードエビルデーモンが落ちてないと多分引いてると思う。これあと1枚ライトニングロードエビルデーモン読み、さあ当たるか、リュウさんの神読み。いやこれエビルデーモンじゃないのこれ、多分エビルデーモンアドバンス召喚してくる気がする。ほらね、ほらほらな、ほらな、まあ言うてやられんだよな、そんな読んでても読んでてもやられんだけど、レッドアイズスラッシュドラゴン装備されてぶち殴られていく。支援代わりに破壊した方がいいか、した方がいいか、した方が殴られて殴られて2000呼ぶしかないから、あいつでレッドアイズでしょ、した方がいいね。でこれキザン代わりにして、で支援残る、で殴ってくる、で同時破壊でもう一回装備ね、はいはい、スラッシュドラゴンもう一回装備、レッドアイズモンスターが攻撃制御を行った場合レッドアイズ戦速モンスターを装備できる、はい、いいです。で破壊される、で、リターンオブレッドアイズ効果でもう一回出てくる。オッケー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 、神ゲー起きるんだけど、神ゲー起きるかもしれねえ、俺のターン、勝利の方程式だ、俺とお前でオーバーレイ、オーバーレイ、陶器2つの魂が交わる、語り継がれし力が現れる、エクシーズチェンジ、かっこよ、エクシーズチェンジやるデュエレストの道路は全て必然かどうのこうの、なるほど、ですね、レベル4を2体並べばいいので、あれこれいけるよな、これ待って、影の拳モンスターの召喚成功したときこれいけるよね。キザル召喚、キザル召喚、オッケー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 、6武士の新鋭の効果発動、ちょっとエアップすぎる6武士エアップする、新鋭を特殊召喚、レベル4が2体来るぞユーマ、俺はレベル4のモンスターみたいでオーバーリネットワークを構築、エクシーズ召喚現れよ、ナンバーズ39、我が戦いはまだいか、ムービー見ます、ナンバーズ39、希望ホープ、我が戦いはここより始まる、白き翼に望みを託せ、エクシーズ召喚現れよ、機械の使者、希望ホープ、そして希望をホープの上に重ねてオーバーレッドワークを再構築、カオスエクシーズチェンジ、希望の力、混沌の力に変える使者、希望ホープレイかっこよすぎる、かっこよすぎる、かっこよすぎ、めちゃくちゃかっこいい、やばすぎ。さあサレンダーは認めない、ちなみにあのこの、今回のルーム、あのこの召喚ムービーを使って私は重要視嘘をするためにサレンダー禁止にします
ランク制だったら絶対サレンダーされる。さあゼアルウェポンライオアームズの効果を発動、増撃力を3000ポイントアップの装備カード扱いとしてホープモンスターに装備することができる。そしてとどろく方向、大地を揺るがし、たばしる人雷、神をも打ち砕く重装合体ライオホープオーバーレイチャージを一つ使い希望ホープレイの効果発動、オーバーレイチャージ攻撃力6500、攻撃力6500からの最後のオーバーレイチャージ発動、うわー攻撃力7000強すぎる、勝利の方程式はできている。行けフォープレイ、ホープゲーム、うるせえ黙れ、うるせえ黙れ、うるせえ黙りやがれ希望フォープレイの攻撃、フォープゲーム、カオススラッシュもう最強すぎる、ほんと強いんだ。やったな、あったられ。カイト、さあ、お相手の方はカイト君。俺のターン。これはまあ反動あるからですね。なんだっけあれ、最近さ OCG でさあのホープすげえ強化されたんですけど、まあ、最近結構主人公テーマ結構強化されがちなんですけど、今度ブラックマジシャンの強化来るしね。ホープめちゃくちゃ強かったんで、なんかライオホープレイとかいうもんやばすぎるモンスターが出まして、ちょライオホープレイ欲しいなって思ってるんですけど、いやホープダブルからのライオホープレイマジあれ犯罪だよね。めちゃくちゃ強かったんでね、オシジホープ。ちょっとマジでホープとホープレイしかいないんで今。希望をホープモンスター早くくれっていう話はあるんだよね。ちょっとなんかもたもたしてるんで早く出せやみたいな話あるんだけど。ホープモンスター出た、最強ムーブ。いやこれ何なんだろうな。何？ストリーム、破滅のフォトンストリームが何枚あるかによるんですよね。ハンドモンスターに偏ってくれてたらワンチャンあるな。破滅のフォトンストリーム連打されたらさすがにこの場面でも無理。あえ？あそっちか。はい。いやそれね、銀河講師来た。はい。まあチェーンでも二刀流じゃないかとバレてるんで。二刀もうビッカビカに光ってるからね。ギャラクシー最後の。ああなるほどね。はい。もうそれ止めるしかないね。それは止めるしかない。これを止められるともう、ああじゃなくてこれをやられるともうやりようないんで。で、オーバーレイユニットを使い、これで何を飛ばしてくるかなんだよね。あでも今あれかな。あでもなこれ結局今使ってもさ上から流れて終わるもんな。はい、いいです。で破滅のフォトンストリームがありますかと。速攻魔法発動。破滅のフォトン、これさ待って、これそっち危ねえ。後ろ飛ばされたら死んでた。後ろ飛ばされたら死んでた。これ耐えるんじゃね？ワン耐える。耐える。あそれ耐える。それは耐える。耐える。耐える。耐えないかな。これもう一体出てきたらおしまいだけどね。あ、そうだね。だからフーマン除外されるからね。フーマン除外されるから意味なくて。もう一体出てきたらやばい。よっけー耐えたー。破滅のフォトンストリームやめてね。耐えたでしょこれ。でこれレベル4でいいのか。トップレベル4モンスター、キザン、トップキザン、トップキザン以外認めない。トップキザン以外認めない。あそれいけんの。あそうなんだ。あそれ破壊して除外なの。なるほど。じゃあ神ゲーだわ。じゃあ別に何でもいいよトップじゃあトップ何でもいいよ。でキザルの効果、キザルってキザルの効果ね。まあ別に何でもいいけどな。なんでもいいけど、絵にし持ってきても意味ねえな。コストねえわ。フーマ持ってくる。ほんで、え、これいったでしょ。エンドフェイズいいよ。さあ、俺の残りライフは100ポイント。これがゼアルライフだ。ゼアルライオンアームズ発動。オーバーレイだ。俺とお前でオーバーレイ。来た。あ、強い。俺は6ブッシュの結束を発動。そしてタゲロクブシュフーマ召喚。さらにタゲロクブシュモンスターが召喚に成功した場合、ロクブシュの新鋭は手札から特殊召喚できる。そしてツーダラウ。そ道場いらねえよ。道場もいらねえ。レベル4のモンスター2体で、あ違う、先にこっちか。先に、レベル4の新
じゃあ、新鋭くんにレベル1の風魔をチューニング。俺はさあ戦国時代を駆け抜けろ、新六部衆支援。さらに俺は新六部衆キザンを特殊召喚。さらにレベル4のモンスターが2体でオーバーネットココチクエクシーズ召喚。行くぜ、我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ、エクシーズ召喚ナンバー39、希望ホープ。さらに俺は希望をホープ1体でオーバーリネットワークを再構築、カオスエクシーズチェンジ。混沌の光に変えていけ、全ての世界を混沌の渦に巻き込んでいけ。よし、そして出現発動、ゼアル重要獅子武装。さあこれによってなんか知らねえけどライオンアームズがポン出してくるぜ。そしてライオンアームズのモンスター効果発動、フィード上の希望をホープモンスターに装備することができる。打点3000ポイントアップ。強い、なんて強いんだ。俺はオーバーレイチャージを一つ外してオーバーレイチャージだ。この効果は一旦にエクシエンスターの数まで使うことができる。くらえ。バトル、希望フォープレイの攻撃、勝利の方程式はできているはずだ。行くぜ、最強すぎ、最強すぎ。俺は諦めない、これが俺とアストラルの絆の力だ。こんなぐらいのデッキ、さあ相手の方エスパーロバ、僕のターン。珍しいキャラクター使ってますね。僕の反応見ないでもらっていいですか、これ後ろに弟いいんじゃないかな、弟たち。ビルビルの上ちょっと調べて、ジャッジジャッジ、ワンチャ、何それ、どういうこと、異次元の精霊だから、いやすげえもの触ってんな。バニーラ、お前誰やねん、お前ウゴムゾ、あこれはなんか、融合モンスターが出せるみたいな顔だったね確か。えっ、お邪魔キング、えどういうこと、異次元の精霊、あっ、あれこれやばいのでは、これ帰ってくるのもしかして、えこれ帰ってきたら、強っ、何それ強すぎなんだが、ウゴムゾってさ、ここまで特殊召喚したモンスター攻撃できず効果無効化され、エンドフェイズ破壊される、あっ異次元の精霊、そうだよね、異次元の精霊で除外したらなんかあれだもんね、結局その破壊されるみたいな効果ないもん、やばいんだけど。でも言うてあいつ攻撃力0-0しかないと。でもさ待って、俺このまんべんこれ返せるの入ってなくね、このまんべん返せなくね、あれ俺は人造人間、やばい、やばすぎるだろこのデッキ、やばすぎるだろ、勝てるわけないんだが、なにこれ、すぎるメクシーチェンジである、なんの意味もないやん、なんでスキル発動したんだよってなってるわ、相手もやばすぎる、何もできない、なんて強いんだこのデッキ。